カウントアイドル。早いものでエンディングでございます。はい、それではお知らせの方お願いします。はい、私立恵比寿中学秋田分校、お待たせしました美の国感謝祭が、11月26日土曜日、秋田芸術劇場ミルハス大ホールにて行います。そしてまだまだあります。幕張メッセイベントホールで 2days ライブがありまして、12月16日は柏木ひなた卒業式スマイルフォーユー、そして12月17日はニュースタイル大学芸会ランインアワーエビチューファミリー、この2公演が行われます。はい、そしてさらにですね、2023年1月14日横浜アリーナで行いますスタプラアイドルフェスティバルに出演いたします。たくさんライブがあるので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。なるほど、秋田はもうだっていつももう何年行ってます。秋田なんで行ってるんだろう。いや、すごいですよ。いや、うん、秋田の人たちがすごいになってて、そうすごいね、喜んでくれてるの。もしかしたら私たち東京よりも秋田の方が有名かもしれない。そんなことはない、すごい、そんなことはないっていうのも変な話だけど、秋田の駅をすっごいエビ中カラーにしてくださって、そうそうそう、旗とかビジョンとか、だからふと秋田とかにロケで行くと、あ、エビ中だって言われるんですけど、東京で全然。いやいや、そんなことはない。いや、いつからそんな自虐的になったんです。いや、でも秋田の人本当に喜んでて、ね、テレビ局の人とかも。大好きなんです。本当毎回来てくれて嬉しいですっていうのは言ってたんでね、ぜひ楽しみにしてくださいと。そして、ついに柏木さんの卒業式というね。そういうやっぱ あるんですか、卒業する、なんかしんみり話したりとか。寂しいです。しんみり話したりとかしましたよ。あ、しましたか。 なんでやめちゃうのって言いながら焼肉ランチ食べて、いいね。そういう、そうですね、お姉さんグループとかみんなで、はい、ちっちゃい時からずっと一緒にいるので。そうですよね、はい、いやいやいや、ね、でこれ多分ね、翌日から新しい形だから、はい、これはそうです、ね、っていうことなんですかね、意味合い的には。新体制で柏木ひなたが卒業して10人のエビ中として、はい。そして、来年1月14日スタプラアイドルフェスということで、はい、スタプラでね、こうやってニッポン放送さんとやらせていただく中で、ね、多分今回はグループでの優勝を決めようっていう形は今伝えない方が良かったんですか。これは発表してますよね。なんかそうです、前山理香からすごい聞いてます。あ、本当ですか。です、運動会とかやるみたいな。そうそう、辛いものいけんじゃないですか。ミレイちゃん寄りの競技入れといた方がいいんじゃないですか。お、入れてもらおうかな。ダントツ優勝でしょ。ダントツ優勝でしょ。いや、わかんない、レニちゃんいるから。いや、なかなか偽物ですよ、高木さんも。いけますよ、そういうの今でも売って。あと何がミレイちゃん得意だったりします。だってなんだろうな。いや、もうねえ、インサイダーしましょうよ。そうですね、でも走るの得意なんで。あ、そう、足速いですもん、はい、かけっこやりたいです。かけっこと辛いものを絡めた競技作っております。途中で走って仲間と食べて走るみたい。仲間と全面協力で来てほしい。行きましょうよ、ぜひぜひということでございます。楽しみです。でもすごく、さあ、これからのミレイちゃんのね、成功をね、いろいろ祈りながら、元気が出るお茶をプレゼントさせてもらってもよろしいですか。はい、今日はやっぱりね、アーティストですから、喉をいたわるブレンド、ハーブティーバッグで。お茶飲みます。普段お茶、めっちゃお茶好きです。あ、本当ですか、はい、あ、じゃあぜひちょっと、僕から喉が良くなるんですか。はい、喉をいたわる今日はブレンドをしていただいております。いただきます。よろしくお願いいたします。美味しい。あ、よかった。すごい苦いやつ来ると思ってた。ちょっと長い間スターダストに言い過ぎておかしくなってますよ。え、びっくりした。これなんか最初はいいのに後から来るやつだと思ったら、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。よかったよかった、優しさがあったんですね、スターダスト。そうですね、はい、はい。じゃあ今日は本当にありがとうございました。久しぶりに。よかった、楽しかったです。いや、いろいろね、ミレちゃんのまた違う面も見れたんで嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。最後にです、はい、これも一つお願いしていいですか。カメラに向かって可愛く一言言って締めていただいてもよろしいですかね。レニちゃん、絶対激辛食べに行こうね。ということで、星野ミレでした。ありがとうございました。この番組はダークさん、タカさん、はっちゃんさん、カヒカヒホさん、
達さんの提供でお送りしました。ありがとうございます。